16号整形外科山田詩織枕研究所の山田詩織です。今回は暑い夏に向けて睡眠環境を整えましょうということで、いくつかポイントをお話していきたいと思います。夏は好きですか？はい、学生時代は夏は大好きでした。海とか川とか遊びに行ったり、でも社会人になってからもう通勤の時にも暑くて疲れちゃったり、帰ってきて休もうと思っても暑くて寝苦しくてちょっと辛いですね。そうですね。翌日のことを考えると、なかなかこの体調不良、夏の間厳しいものがありますよね。だからこそやっぱり快適な睡眠をとって、翌日までにちゃんと元気になっていること大切じゃないですか。はい、そのためにはいくつか工夫しなければいけないポイントがあるんです。では今日は具体的に5つのポイントに絞って覚えやすく解説をしていきたいと思います。こちらご覧ください。5つのポイントです。まず第1に、寝室の環境、これとっても大事です。はい、温度とか湿度ですね。それから寝具、実際にベッド、枕、そして掛け物。はい、3番目にパジャマ。はい、4番目に寝床内環境。ちょっと聞き慣れない言葉かもしれないんですけど、寝床内っていうのはこのお布団とかベッドとか枕によって囲まれた、要は布団の中みたいなイメージですね。寝床内環境で、最後に水分摂取についてもお話していきたいと思います。はい、夏の適度なお部屋の温度湿度、どのぐらいがいいかご存知ですか？大体温度は28度って聞きますね。そうですね、結構いい線いってますね。湿度は？湿度は 60% ぐらいが最適なんでしょうか。はい、じゃあこちら回答を見てみましょう。夏の寝室の温度と湿度です。温度は25から28度、湿度は50から60%。なぜこのように幅を持たせているかというと、結構住宅事情ってみんな違うんですよね。通気がいいお部屋であったり、周りに結構建物があって通気が悪かったり、あとは築年数とか木造かコンクリートかとか、いろんな条件によって結構この環境温度変わってきます。ですので、その方一人一人の寝室の環境に合わせて適度にこの調節が必要になってきます。いくら28度が本で見ると、ネットで見るといいと書いてあっても、もうちょっと下げてみると、上げてみると自分にとっては楽だなというのもありますよね。自分自身の体温によっても若干違ったりもするので、そこは丁寧に調節をしていくことが重要だと思っています。わかりましたか？はい、はい、では次に寝具についてお話をしたいと思います。夏ってどんなものをかけて寝ていますか？私はタオルケットをかけてますね。はい、タオルケット、確かに涼しいし、汗も吸ってくれそうだし、いいと思います。やはりこの通気性が良い、そして吸湿性、汗を吸ってくれて、さらにそれを放散してくれるような素材のものがいいんですが、ここで落とし穴。意外とですね、タオルケットって体にまつわりついてしまうことがあるんですよ。朝起きるとなんかお腹にぐるぐる巻きになってたりとかないですか？確かに体のもう下に入ったりとか、ありますよね。そのように体にまとわりついてしまう掛け物は意外と寝返りが悪くなります。寝返りができないと、じーっと固まって寝てしまうことによって背中に溜まった熱を放散することができないなんてことも起こりますので、なるべく体にまとわりつかないような素材を選ぶことが大事です。麻素材、涼しいですね。羽毛でもすごく薄くて軽いもの、通気もいいし寝返りしやすいです。ご自分で工夫しながら、寝返りがしやすくてかつ吸水性、保湿性がいいもの、通気性がいいものを選んでいただければと思います。もちろん枕や下のベッドや布団というものも、大切なんですけれども、どうしても夏結構困ってしまうのがこの掛け物なので、
掛物については十分この寝返りと月星を含めて工夫してみてください。では次に行きましょう。パジャマです。夏どんなもの着て寝てますか？私は T シャツとハーフパンツで寝てます。はい、結構足出ますよね。出てますね。暑いんでやっぱり、はい、そうですよね、はい、暑いから短いもの、袖も裾も短いものを着て寝たい気持ちはとってもわかります。でも最近のこの地球温暖化に伴って近年ではどうしてもクーラーを夜中つけっぱなしで寝なきゃいけないじゃないですか。冷えてしまうってことないですか？確かに朝方肌寒くなってますね、うん、なってますよね。布団から出ている足や手が冷えてしまって末梢の循環が悪くなったり神経が冷えることで神経痛、こり、痛み、こういうことを誘発してしまうこともあるんです。結構よくあるのが夏にお布団から足が出ていて足がつってしまう。これは冷えすぎのためもあるんですね。足つった経験ありますか？はい、よくあります。ありますね。その場合はいくら暑くてもハーフパンツ短パンではなくてちゃんとふくらはぎが隠れる長めのズボン寝巻きを着て寝ていただくことを推奨しております。はい、では次です。心象内環境、ちょっと難しいこちらですね。心象内環境、まあ、あの字で読んで読むごとく、まあ、寝てるとこのこの床、布団の中の環境ですね。これはさっき回答してくれたこの室内の温度に比べるとやはり高いじゃないですか。25度ではなく体温で温まったこの心象内環境、どうしても33度前後ぐらいになってくるんですよ。また湿度もこの 50% プラスマイナス5度ぐらいの範囲内になんとか収めたいというところですね。どうしてもこの暑すぎたり湿気が多いとお布団を剥いでしまって結局何もないから冷え切ってしまうなんて悪循環も起こるので、ぜひこの温度は、ちょっと念頭に置いて調節していただければと思います。温度計、湿度計などを自分の寝ているお布団の中に入れてみて測ってみると、こんなに温度高かったんだなんてことを私も体験しましたので、ぜひ一度お試しください。そのためにはこちら3つの寝具の条件、通気性、まず寝具を通して、空気の流れがあること、それから吸水性、自分がかいた汗をちゃんと吸ってくれるような、寝具の素材であること、そして透湿性、その吸い込んだ汗をちゃんと放散してくれること、このような条件が大事になってきます。このような条件の揃ったやっぱり寝具を使うっていうことが、まあ、夏には必要になってくるわけですね。では最後に水分摂取です。水分ちゃんととってます？夏、はい、ちゃんと寝る前に一杯水を飲んでくれます、うん、いい習慣ですね。寝る前のコップ一杯の水、できればベッドの横にペットボトルであったり、水筒であったりお水を入れて寝るっていうことを心がけてほしいんですね。例えば夜中にお手洗いに起きたり少し眠りが浅くなって、あ、なんか喉が渇いたな、そんな時にわざわざお台所に行って水を取りに行くのは面倒ですね。もしベッドのサイドに水分があればすぐ水分摂取ができますので、ぜひそのような水分をいつも確保するんだっていうことを夏は意識してお休みください。夏ですね、このような対策をしっかりとっていただきたいんですけど、なんか悩みがあるって聞きました。水分をよく取ろうって言いますけれども、そんなに水分取っちゃうともう寝汗をすごいかいちゃって、うん、はい、心配なんですけど。あ、寝汗すっごいかくんですか？はい、結構私かいちゃうんです。あ、もしかして病気なんですかね？寝汗っていうのもですね、実は単に水分を取ったからって言って大量にかくわけではなく、この背景におっしゃるように病気が隠れていることもあるんです。今日ちょっとついでにそのことを話しておきたいと思います。適量の水分をとって朝までぐっすり眠るべきなんですが、あまりに大量の汗をかくときは次のこと、もしかしてあるかもしれません、注意してください。こちらですね、まず睡眠時無呼吸症候群、
と息が止まってしまって呼吸を 何秒間かしていないようなあの無呼吸症候群、これも寝汗をかくんです。また内分泌の病気、甲状腺機能亢進症や膠原病など、まあ、様々なこの体の中の不調を訴える内分泌系の病気でも寝汗をかくことがあるんですね。また怖い話になっちゃいますけど、癌があるとなんでか知らないけど私最近汗をかくみたいなことも出てきます。異常な汗をかくときはやはりこの癌ということもどこか念頭に置いておかなければいけません。皆さんもよく体験することですけど、感染症、ウイルス感染症、細菌感染症、こういった感染症だと夜寝汗をかくってありますよね。熱が出てなんかベターっと体に汗をかいて寝巻きを何回も着替えなきゃいけない、こんなことあると思います。またお薬でも寝汗かくことってあるんですよ。抗うつ剤とか解熱鎮痛剤、ボルタレン、パルナール、さまざまなお薬でも汗がかきます。また糖尿病の患者さんはその治療のためにお薬を飲んでいますが、そのお薬自体の副作用として寝汗もあるんです。最後に自律神経の乱れ、更年期障害でホルモンバランスが乱れる、このようなことでも自律神経が悪くなると寝汗をかくっていうことが起こってきます。まあ、必ずしもこれに該当するとは言えませんが、異常な寝汗をかくときにはもしかして背景に病気があるのではないかっていうことも念頭に置いておくとよろしいかと思います。今日は、夏に向けて睡眠環境を整えようということで5つのポイントをお話してきましたが、分かりましたか？はい、分かりました。快適に眠れるように工夫していきたいと思います。そうですね、今日いくつか温度とか湿度、具体的な数値も出しました。それぞれの環境、それぞれの体質によって少しずつ差があると思いますので、そこを考慮して十分に最適な睡眠環境を作り、翌朝までにちゃんと疲労が回復しているように、キープしたいと思います。ぜひ皆さんもやってみてください。寝汗お大事に。はい、ありがとうございます。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。